Welcome back. In a recent video, you saw me traveling around on the Yurakamome line through the reclaimed lands in Tokyo Bay trying to collect souvenir badges. And having got these badges, I want some way of displaying them. So I've come to Kuramae in East Tokyo to the design studio of Masafumi Ishikawa. And I'm going to ask him if he's got a solution for me. Let's see what he's got. Konnichiwa, Masafumi Ishikawa Design no Ishikawa desu. ここは僕のアトリエ兼ショップになっています。で今回は友人のラッチからのリクエストでバッジケースっていうのを作ったんで紹介させてください。ラッチが、日本から帰国する友人に、日本の駅名が入ったバッジをプレゼントしたいということで、その専用のケースを作りました。これがそのケースなんですけど、木製のフレームとこの 3D プリンターで作った、黒いプレート、このセットで作っています。でこれはこの木製のプレートの横から刺しているんですけれども、裏を見るとこんな感じでバッジがついていると、まあ、こうやって置くこともできるし、まあ、裏に金具がついているんでこの壁に取り付けることも簡単にできます。でプレゼントするときはこの箱に入れて、まあ、こんな感じでプレゼントできる。裏はうちのショップのステッカーが入ってあります。この最終版に至るまでにはいろいろトライアルしてたんですけど、まあ、一つがこのアクリルのバージョンですね。これだと先ほど見せたバッジが付けれるんですけど、まあ、一個ずつ取り外したりするのが結構大変だったり、あとちょっとアクリルはまあ、バッジには良すぎるかなと、ちょっと普段ジュエリー使うケースだったりすると思うん で作るのも結構大変、サンディングしたり、接着したり、まあ、それに比べて木は結構簡単なんで、まあ、そういう作りの面でもアクリルより、まあ、今回はこの木製バージョンの方がいいだろうというふうに思ってこちらにしました。まあ、これもでも、まあ、アイデアとしてはいろいろ考えたうちの一つかなと思っています。そう、僕のスタジオではまあ、簡単なこういったプロダクトデザインから、まあ、複雑なものまで、デザインもするし、まあ、ここで売ることもできます。で皆さんが作りたいものがもしあれば僕に相談いただければ、図面を描いたりこの 3D プリンターで作ったりお手伝いできると思うので、ぜひうちのお店に遊びに来てください。